いいね、手つきいいよ、すごい。林のね、あの中華丼みたいな感じなんですよ。アーティスティック。どうもー、リヨシのお兄さん、リヨリです。ということですね、今回ですね、もう私も限界になってきて、なんで限界かっていうと、さっきスマブラ負けたんですよね。スマブラ負けてジュースをいっぱい飲んだらジューシーフルーツになったわけです。そんなこんなでコラボ動画なんですよ、コラボ動画なんですよ。僕の大好きな大物 YouTuber に登場していただきたいです。お願いします。何来て、あ、結構序盤でバレる感じなんです。途中からって聞いてました。うん、あ、大丈夫大丈夫、自己紹介してもらって。そうじゃ、コスメティック田中というチャンネルで活動してます。はい、はい、近所なのでちょっと呼んでもらいました。公園で寝たりするっていう動画を投稿してるチャンネルの人です。見てます。ありがとうございます。あ、ファン、あ、ファンです。ありがとうございます。あれが好き、東横キッズ。あ、まああれはいい動画になりました。そう、ルフィが良かったね。ありがとうございます。そういうことで、今日はですね、コスメティック田中とドメスティックリュウジの料理チャンネルします。田中くんに食べてもらいたい料理を作ってきたんだよ、私。名付けて田中丼。田中くんが作ってくれたらいいなと思って、そんな乙女心なんですね。ありがとうございます、はい、早速やっていっていいですか。はい、はい、田中くんが作る。なるほど、まあ、僕は田中くんが作ってる横で飲んでます。全部教えます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介してください。豚肉 70g でございます。もやしです。もやしです。はい、もやしです。あとニンニクです。ということで、今日はリュウジと田中のおしゃべりクッキング始まります。ということで、せっかくこのチャンネルに田中君が来てくれたんで、レシピエプロンをちょっと着ていただきたいと思いまして、着てもらっていいですか。数々の有名人の方が、あばれる君とか。あ、すごいです。いつも料理する前に乾杯してるんですけど、何がいい？高い、高い。あ、高いお酒飲める日本酒。うん、まあ大丈夫、アルハラみたいになんない。あ、まあ大丈夫、そんなに酔っ払う方ではない。じゃあちょっと乾杯していただいていいですか。まあ、うちの長男が群馬やってきたやつです。原酒、秘蔵原酒らしいんですよ。こう注ぎますね。うん、そう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 。はい、じゃあ乾杯。どうですか。あー、もうちょっと、あ、味わって。あー、あ、でもなんか日本っぽくないですね、なんか。え、どういうこと。ヨーロッパみたいな。ヨーロッパ、群馬これ。いや、でもなんかヨーロッパっぽい。ヨーロッパっぽいですね。その独特な感じが出たところで作ってきてもいきたいと思います。早速やっていきたいと思います。はい、俺がアシスタントでアナウンサーになるから。あ、はい、うん、先生になってもらって。豚こまをちょっと細かく切りましょう。はい、細切りにしたんやね。これなんでかっていうと、このもやしがね、もやしと同じこう、口に入るときにもやしと同じような口の入り方にしたいんで。そう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 。あ、そうそうそう。うん、うん、あの、構えないけどちょっとガトツっぽい。スーパードライ5本ぐらい飲む動画を見た。あ、はい。陰キャ理論では酔っ払ってる人はわざと酔っ払ってるっていう。え、どういうこと？あの、え、ディスってんの？いや、あの、理性を失ってる人は理性を失いたいから失ってるんだっていう理論があります。あ、なるほどね。切り方はこれで正解。正解なんですけど、もっと早いやり方があって、3個まとめたらこうやって切る。はい、こんな感じ。細かくすると、あの、一口一口にお肉がついてくる。みんなね、フライパンにこうくっつかないために油引くと思ってるんだけど、はい、実はね、油を入れることによって豚の油がより出てくるんですよ。なるほど。フロン加工とかでも入れた方がいい、うん、入れた方が豚肉ってほら脂肪いっぱいあるじゃない、はい、この脂肪がここにあることによってこの作用して豚肉の油がこの油に出てくる。はいはいはい、わかります。だから豚肉がカレッといくんだね。これは入れた後で広げればいい、いいと思います。おー、田中君でも一人暮らしですよ。はい、一人暮らしの時って安くボリュームがあるものがいいと思うんですよ。はい、なんで今日はあのお肉を少しだけ、まあ 70g に少し入れて、もやしを一袋使うもやし丼っていう。値段はいくらぐらいになるんですか。
千葉だと100円でできる。ああ、普通に牛丼買うんだったらこれを4回食べられる。あ、基準が牛丼なんだね。まあまあまあ、まあ、牛丼信頼できるわ。あ、普段何食べてるの？牛丼と全栄養食みたいな。あ、ドリンクみたいな。いや、パンですね、パン。どこで買うの？それそれは通販です。通販するんだ。はい。え、でもマックとか食べてるみたいな。あれは動画だけです。知ってた、知ってた。これいいの？これ言っていいの？いや、マックはそんな。あ、マックはそんな。最近はそんなに。で、ここにもやし入れます。おー、もやし入れたら結構ボリュームがある。そう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 。マークは食物、いい食物繊維取ってますか？何でしたっけ？おからたまに食べますね。おからとか食べるんだ。おからは、へー、おからはなんか、おからどうやって食べるの？ウノ花みたいな。あ、それそれ、そういうことです。本当かよ。水溶性と不溶性があって。ありけーだわー、ね、この人。不溶性ばっかり食べてると便秘になるんですよ。あー、今ね、総務シャンタンにいました。総務シャンタン。うん、総務シャンタンで総務シャンタン。おろしニンニク半分入れます。いいね、手つきいいよ、すごい。もやししなっとしてるじゃん。はい。ここで水 100cc 入れます。片栗粉はね、ほんとはね、水と溶かした方がいいんだけど、お酒と混ぜます。ここにお酒と混ぜた片栗粉入れます。お酒は大さじ2入るんだね。プロモーションは田中君が思ってるぐらい入れてもらっていいですか？いや、これを3杯入れてもらっていいですか？それ入れすぎです。でも美味しいと思う。大丈夫。あ、うまいね。あ、ご飯温めるの忘れちゃった。じゃあ、ご飯温めてもらっていいですか？はい、3分30秒ぐらいやんないと解凍されない。俺が至高の白米っていう動画を前に出したんですけど、それで炊きたてのご飯を冷凍したやつだからご飯美味しいんですよ。トロトロな、トロカメラはもうかける癖強いな。いや、このカメラに向かってちゃんと。あ、なるほど。もやしのね、中華丼みたいな感じなんですよ。最後の一振りは、田中君、ちょっと自分の思う、あ、そう、これが田中丼なんです。あー、いい、アーティスティックということで、田中丼の完成です。いただきます。うまっ。うんうん、あー、胡椒入れすぎましたけど美味しいですね。じゃあ俺食べてみるわ。ちょっと辛いね。まあでも加味して、あ、こういう、もともとこういう味なんだろうなっていうのを想像すれば美味しいですね。あー、結構辛い。うん、還元する材料とかないんですか？そこで俺は生きてくるわけだよ。俺に任せろ。マヨネーズ。おー、はい、あっ、胡椒をちょっと加減すれば大丈夫だ。俺もちゃんとやりますから。うん、あー、ほら、すごいですね。膜が張ったんですかね。うまいじゃん。美味しいです。一つ謝るとしたら、胡椒ちょっと行き過ぎる。でもマヨネーズだったらちょうどよくない？もうなれますね、うん、これは食べましょう。残さないの？残さないのは当たり前、当たり前です。こんな風に言ったらいつも残してるみたいに聞こえちゃうじゃないですか、うん、全部食べる。はい、うん、俺呼ばれてるよ今日は。ごめんね。この動画の感じは全部コスメティック田中くんのチャンネルでこの全貌が全部見えますんで頼むよ。階級が違うんで、ルイさんと僕では。え、何？人間としての階級が。なるほどね。バンタム級ってこと？ライト級みたいな。ああ、ストロー級？ライト級みたいな。俺はじゃあ、俺あんまボクシングしない。自分から太いね。階級が違うわ。私にこんな気にかけてくれる時点でもう嬉しいですね。嬉しいもあるけど面白いから。田中面白いし、田中美味しい。うん。つながれるぜ。あ、ということですね、メイキング動画がコスメティック田中のチャンネルでメイキング動画やる。獣医さん視聴者の主婦の
奥さんたちをかっさらっていきたいと思います。ヤシヤシ俺と田中のフォールアウト、フォールアウト76かぷよぷよ。おお、ぷよぷよできる？いや、できないです、うん、俺もできない。ということでよろしくお願いします。え、米から作る？あ、でもこれよく飲んだらヨーロッパっぽいかもしれない。そんな感じでした。いや、なんか普通の日本酒ってとはちょっと違う感じがします。そうかな。もうちょっと飲んだら分かるかもしれない。僕あんま日本酒飲んだことないんで、あれですけど。日本酒飲んだことない、うん、でもちょっとヨーロッパ感じるかもしれない、はい、うん、あの、ベニス、はい、うん、あの、ベニスの感じしない。うん、ね、うん、それかあのそれかもう作った方がいいね。それなんだっけ、水の都、なんだっけ、あれベネチア、うん、ああ、やっぱベネチアっぽくない、なんか。3分30秒ぐらいやんないと回答されないんで、なんか自動で計算してくれるみたいなのじゃない。あ、それはやっぱ所詮機械なんで、やっぱ自分を信じないと。やっぱり、いや、でもなんかこれ押しただけで始まる秒数って結構謎ですよ。いや、それは適当なんですよ、機械は。やっぱり心で接しないと。トロトロな、トロカメラはもうかける癖強いな。いや、このカメラに向かってちゃんとあ、なるほど癖強いな。会った時に田中君ってどういう人なのかなと思って、はい、行った時に、あー、もうやっぱ想像通りだった。はい、ありがとうございます。ヤシン、ヤシン、ヤシン、ヤシン出てるじゃん。ヤシン出てるじゃん。いいよ、そういうとこ好き。そういうとこ好き。ということでゲーム実況やります。俺と田中のフォールアウト。おー、うん、そのプレッシャーなくなったんですね、うん。